4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは桜キャンドル。残り 200m、 一気に後続がやってきた。桜キャンドル先頭、2番手はエアロマンス。桜キャンドル1着、桜キャンドル完勝。桜キャンドル1着、2着はエアロマンス。これは桁外れの強さだ。桜キャンドル4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はイエローキャップ。あと 200m、 先頭はイエローキャップ。アグネスアップル必死に追いすがります。イエローキャップ先頭、アグネスアップル追いすがります。イエローキャップ、イエローキャップ1着、2着は微妙です。1番人気に応えました。イエローキャップ見事です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のマーベラスクラウン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サンドピット好スタート、レイントラップ、この馬も好スタートを切りました。ダンツシアトル前に行きそうです。ムッシュシェクル、それに続いています。さらにはフレイズ、5番、サンドピット、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンドピット、すぐ後ろにシアマゾン、その外からマーベラスクラウン、内からはムッシュシェクル、ダンツシアトル好位をキープ、その外にエルナンド、並んで2番、パラダイスクリーク。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のダンツシアトル現在先団です。では前の方から、先手を取ったのはサンドピット、その後ろからはシアマゾン、その外にマーベラスクラウン、エルナンド、すぐ後ろ。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。サンドピット先手を取りました。間が空いてシアマゾン、並んで18番、マーベラスクラウン、すぐ後ろにムッシュシェクル、好位置をキープしています。ダンツシアトル、並んで2番、パラダイスクリーク。各馬大欅を通過。先頭は依然としてサンドピット、2番手はシアマゾン、マーベラスクラウン、3番手ダンツシアトル、いい位置。
果たして先頭を捉えるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サンドピット先頭、差はほとんどない。2番手はサンドピット、サンドピット、さあ果たしてこの足色はどうか。最後の追い比べ、先頭は岸山ゾ、岸山ゾ先頭、2番手はダンチシアトル、岸山ゾ先頭、2番手はダンチシアトル、岸山ゾ1着、岸山ゾ1着、2着にはどうやらダンチシアトル、これが最強女王だ。岸山ゾ